どうもールーサー花園店でーす。どうもー、今日の企画はやってまいりましたよ、この地獄の時間が。地獄、すごい、はい、今日のテーマはうちの雑魚キャラ、雑魚キャラ、すごいな。雑魚キャラ、ほんまに雑魚すぎて、こいつもうなんか営業中に一人で眉毛に LINE とか入れてますけど、ほんまにめちゃめちゃちょっとね、雑魚キャラなんですけど、うちの神手がちょっと今こんな感じなんですけど、まあ、あら、ビビーン、ね、腐ったナスみたいな、誰が腐ったナスちょっと髪色になってるんで、だいぶまあ色が抜けちゃってるんで、カラーしようかなっていうのもあるんですけど、まあ、なぜしようかなっていうのは神手なんですけど、花園店に来た 2,3 ヶ月前までは、ナスカワ天使みたいな。になんか顔がちょっと似てるし、ヘアスタイルもちょっと似てるみたいなんで、ニセカワ天使みたいな感じでちょっと売ってたんですけど、もう最近もう原型がないというね。誰ほんまにお客さんからの最初の方、あれ、ニセカワ天使に似てますねって言われてたんですけど、そっからの入りとかも全然ありましたね。今皆無、なんかいじりにくいし、なんか何とも言えへんしみたいになってしまってるんで、まあ、ちょっと若干ナスカワ天使に戻していこうかなみたいな感じの企画でございますよ。まあ、今よりかはちょっとこう天使っぽい感じのカラーでいこうかなと思っております。お願いします。やりましょうか。よし、それではやっていきます。お願いします。ナスカワ天心の話する？大同時やん。知らんの？知っとけよ。ナスカワ天心全然知らんやんすよ。知らんやん、全然もうなんかやる気ないやん。これナスカワ天心キャラちょっと極めてこう。なんかなんで今なんでもないやん。ただなんか一発ギャグずっとやってるだけやってますけど、一発ギャグ営業ずっとただやってるだけのやつね。すごい全部パクリの。はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。カラーが終了いたしました。ちょっとね、まあ天心っぽい、まあ、結構ゴールドっぽいベージュっぽい感じじゃないですけど、ちょっとベースに入れさせてもらったんで、多分僕の中のあんまり詳しくないメンディの中の天心のイメージアバウト一旦カラーしたね。でもブリーチ3回とかしてるので、ね、結構綺麗に色も入りました。じゃあちょっと一旦セットしていきますね。ではじゃあセットしていきます。まあショートスタイルのスタイリングなんですけど、まあまずうちで言ったらこのコタスタイリングマットをね、ちょっと一旦根元に忍ばしていきます。まあこんなもんですかね。まあうちのこのコタのスタイリング剤マットやと結構根元はしっかり立ち上げてくれるというか、そうすることでスタイリングの立体感であったりとか、セットの持ちっていうのがめちゃめちゃ良くなってくれるので、スーパーサイジにするみたいな感じでグッと立ち上げといてあげるとセットの持ちも良くなる。プラスほんまにスタイリング自体立体感すごい出てくれるんで、まあどんなスタイルとかでも結構こういうのをさせてもらってます。まあほんで次つけていくのはこのうちのコタスタイリングホールド、これが結構マットより柔らかめで結構毛先の表情とか作ってくれるんですけど、動きであったりとか束感とかそういうのを作ってくれますね。で柔らかいんで、まあ、まず髪の毛にすごい馴染ませやすいんで、これは表面につけていく感じです。これプラスちょっとね、せっかくカラーとか巻いてるショートスタイルなんで、グリースっていうのを混ぜていきます。これがねほんまに水飴みたいな感じなんですよ、これグリースってなんですけど、これが結構ツヤとか出してくれるんで、ちょっと入れてあげるだけです。まとまりとかも良くなるんで、ワックス3に対してグリースの1もないぐらいこう混ぜてあげると髪の毛まとまりやすくショートスタイルを演出できるんで、でさっきはこう結構根元から、まあ、立ち上げるようにこうボリューム感出すようにつけていったんですけど、次に関しては、まあ、毛先とか束感とか動きとか作っていくんで、立ち上げるようにっていうよりかは結構こう散らすようにつけていくイメージで、散らしを制するものが男を制する、散らしていきます。結構ねこうショートスタイルとかで言うと刈り上げとね、まあ、上の髪の毛の境目とかあるんですけど、結構なんかあんまやっぱ刈り上げとかはつけんお客さんが多いんですけど、ちょっとね刈り上げの上の辺とかつけてあげる方がこうセットにこう一体感が出るんで、表面にねこうなじませてあげると、まあ、スタイルとしてねこうしっかり仕上がるんで、やってみてください。で、まあ、一旦散らすだけ散らして、そのまま結構シルエットとか整えちゃってもいいんですけど、セラ系のやつとか、まあ、ワックスとか使うと結構毛束まとまっちゃうんで、ちょっと太く束になっちゃったのをちょっと裂いてあげると結構スタイリング自体クオリティは上がるんで、まあ、裂いてあげたりとか毛束をこうしっかり作ってあげるといい感じになるんで、はい、セット終わりました。ちょっと前来てくれるかな。いや、めっちゃかっこいいよ。やばいっすね。めちゃめちゃいいカラー入りました。いい感じですね、なんかちょっといい感じにしてしまってちょっと悔しいんですけど。え、今日、ぽくないっすか、マジで。か
顔やね。顔ちょっと天心さんの動向を追っていきながらインスタグラムでちょっと下からをこの子にもしていこうかなっていう感じなんで、みんな覚えていただけたら光栄です。まあでもこういうカラーもめちゃめちゃかっこいいと思うんで、ショートスタイルも前にブリーチするだけでこんだけ透明感とかも出るんで、ぜひやりたい方はルーストまで。はい、じゃあ一発ギャグで締めてくれる？格闘になったらやっぱ打撃受けれると思うんで、僕システマできるんで、システマでシステマって何なの？まあ、システマっていうのはその打撃を受けて全部それを呼吸法でやって受け流すっていうものです。まあ僕が今から再現します。さすが。ポンポン。デンタシステマ。これあかんわ。